ラジコン空撮ばっかりやり続けて31年目になりました。皆さんよくドローンって言ってますけども、たくさんプロペラついてるのがドローンだと思ってるって思うが多いですよね。ラジコンヘリコプターは無人航空機のことをドローンと言いまして、ですから、ドローンというものを活用して31年、ただただ空撮をやってきました。まあ私の人生好きなことばっかりをずっと若い頃からやってきて、最初はもうスノーボードから始めて、スノーボードがまだスキー場で滑っちゃいけないと言われてる頃から、スノーボードを普及させようと思って一生懸命頑張って、やっと長野オリンピックで正式種目となり、そこのコーディネーション全部やらせてもらい、そして2006年のトリノオリンピックがあり、イタリアから4日間の生中継の、スノーボードの競技解説を僕はやらせてもらいました、はい、それをやりながらすでにラジコンヘリコプターの空撮も、ずっとやってたわけですね。結局自分の人生好きなことしかやっていない。好きなことやってるから一年中働いても何も辛くない。今年、半年で、休んだ日にちは2日ぐらいかな。でこれから半年後もスケジュールは結構いっぱいですけども、まあ10日間は休みはないですね、年間でね。で好きなことばっかりやってるんで、これは僕らにとって、もはや休日であると。好きなことばっかりやってるんでありがとうございます。でどちらかというとこういう方が負担になっているとだって好きなことやってないの、飛ばすことが好きだからね。でラジコンをずっとやり続けて、まあ一機1000万ぐらいのヘリコプターを買ってですね、そして何機か買ってやるんですけども、まあ仕事なんてあるわけないですわ、その時代に。で年間2件か3件ぐらいの空撮の依頼があるんですよ。でも2000万か3000万かけてですよ。そんなもん儲かるわけがないんですよ。で浮川はどうしてこの20年も二十何年も飯食えないでやってこられたのかと。これは通常だと会社だったらもうその事業部はやめなさいと、もうちゃんと働いた方がいいよって言われるんですよ。でもスノーボードでもずっとやってきた、好きなことばっかりで、ラジコンヘリコプターも絶対これはいけるはずだと思いつつやり続けてきたんですけども、まあこれを助けてくれたのは農家の方だったんですよね。で自分にその技術があるんだったら農薬散布をやってみないかと、じゃその技術で散布をやってみないかって言われて、農薬散布ヘリコプターを、ずっと飛ばし続けて、まあ20日間ぐらいの農薬散布、この時期に得たお金が年間1000万ぐらいなんですよ。20日間ぐらいで年間1000万ぐらいもらえるんですよ。それがずっとやれたので、空撮っていうのをそのお金を貯めながらやってこれるわけですね。それでないとやれるわけがないですよね。それでずっとやり続けて今までやってきました。で数年前何か起きたと。マルチコプターっていうプロペラついてたんです。マルチコプターっていうんですけど、僕らはね。でそれを続けてやって撮影してたんですけども、数年前首相官邸にドローンが墜落しました。やっとこれからだと思った時です。やっと二十何年、もう27、8年頑張ってた時に、首相官邸に心のないパイロットがそこを言うことをする。マラソン大会で墜落をする。ドローンイコール悪のイメージですよね。でした。今ではどうでしょう。ドローンの専門学校があるんです。そしてドローンが国が認めて認定証を出し始めたんです。もはや専門学校なんて当時から考えた悪の集まりの場所です。そうなんですよ。それがあれから数年経っただけで、ドローンが専門学校で教えるようになり、2020年東京オリンピックではドローンを活用して 8K 映像で、世界に送り届けようかと言っている時です。今ドローンの国土交通省航空局に申請されている数っていうのは1万7000通です。1万7000人の方、まあその中に数名の方も書いてあるんで、約2万人以上の方がドローンパイロットとして生まれています。で僕はこれから頑張らなきゃいけないのは何なのかって言ったら、ドローンパイロットっていう名前を、このように広めたのはもう僕でして、名付け親でもあるわけです。ドローンパイロット当時だから悪のトップですよねこれ以上の悪はね、やつをやればもう出てこれないやつだと思うぐらい、ドローンパイロットっていう名前をつけて、出てきたもんですから、この先ほどの番組もありましたけども、ドローンパイロット浮川博一と、これ一番最初ねドローン操縦士っていう名前で行く予定だったんですよ。でこれはもうダメだ、もうドローンはもう全部はもう悪もやり続けたし、もういいことしかもうないはずだと、よしドローンパイロットで行こう。
でドローンパイロット浮羽宏一として出てきたわけですよね。これからっていうのがドローンのイメージをどん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 変えていって、何が今ドローンに足りないかって言ったら、何が足りないでしょう。素晴らしい映像を撮れる、揺れない映像が撮れる、素晴らしいことできますよね。それは僕ら年間300日ロケやってます。年間フライト数が2000フライト、もう無事故です。事故なんて起こしたことないんですよ。だけども落ちますわ、これ機体は飛んでるもんですもの。有名な大きな旅客機も落ちてます。アメリカで上げてる宇宙に行く飛行機も、ロケットも爆発してます。僕らみたいなあのドローンと言われてるものが落ちないわけがないんですよ。落ちます。どうして浮羽は2000フライト年間やっていて落ちないのか。それは今日落ちないようにしよう、明日落ちないようにしようと思って定期点検をだとかいろんなことやるわけです。バッテリーを調べたりとか、天候を見て、今日は絶対飛ばしてくださいっても絶対飛ばしませんって断るんです。風吹いて危ないですもん。一度のミスが僕の人生を終わりにして、ヤフートップニュース載るんです僕はねえ、まあその辺のドローンパイロットが落ちたらいいですけど、私がもし落ちましょう、そしたら間違いなくあの有名な某テレビに出たバーン、それはないなもうとりあえず事故だけは絶対残しちゃいけないと思って、そういう点検をしながらやってるわけですよね。そして年間300日をロケをやり、テレビコマーシャルで今出ている日本で映っている、あ、これラジコンだな、ドローンだなと思われているうちの7割ぐらいはうちの会社でやっています。ですからほとんどロケに出ています。北海道にほとんど帰っておりません。だけど北海道で生まれ育って、北海道のこの大地が僕の技術を育ててくれた。一体どういうことなんですか。それは飛ばせる環境があるからなんです。言っちゃおうか、田舎なんです北海どこ飛ばしても怒られないんです。東京23区じゃ無理なんです。飛ばせば警察に通報されるんです。すぐ逮捕されるんです、航空法違反で。でもこの北海道はどうでしょう。航空法に触れないように練習すれば、ちょっと郊外行けば練習できるんです。ですから北海道の札幌や旭川の出身のスキーヤーはオリンピック出てますね。帯広の方になるとスケートの選手が出てます。ドローンパイロット北海道の田舎、もしくは郊外、田舎にいるんです。こんなこと言っちゃ怒られるけど、都会に有名なパイロットはいないんですこの人上手だなと思ったら、出身どちらの田舎ですかって聞いた方がいいそのぐらい田舎にいる。僕らずっと撮影をして、空を見ながら、周りを環境を見ながら飛ばしてます。空気が読めるんです。読めないのが一つだけあります。家庭の空気これは難しい。いろんなとこに気圧配置が変わる1階にいるのと2階に行くのと、それは31年ドローンパイロットやってても全く読めない。突然変わるから、突然の気象状況ぐらいなのか分かる。そこは変わらない、ダメなんですね。そうやってやってるんですけども、まあ僕らはこれから2020年の東京オリンピックのパイロットを育成とか、それとか、緊急物を運んだりとか、人命救助をしたりとか、いろんなことで、ドローンがこれから何をしなきゃいけないかっていうのは、貢献度が足りなかったんです、ドローンには。ですよね。まだ誰も助けてないんです。誰も殺してもいないんです、日本では実は。なのに殺しても何もいないドローンにいろいろ規制をかけられてたんですよ。どうですか、家で使ってるもの、ナイフ、包丁、何の認定証がありますか。お母さんが持ってる時に何の認定証もないんですよ。でもっともっと危ないものを使ってるんです。だからドローンはまだ一度も人も殺してない、日本では。まあちょっと怪我をした程度ですから。これは何なのかって言ったら、将来的にいろんな性能が上がってくると何かに使われる可能性があるわけです。当然ながら農薬散布があって、薬をまいてるうちはいいですけど、違うものを投下されると大変なことになります。一瞬にしてドローンがこの世からなくなりますね。でいろいろ、戦争だとかいろんなに使われているようなドローンが今度、平和のとして違うものとして使われようと。まあカメラもそうですね、車もそうなんです、もともとそうでしたね。ドローンも同じように、次は日本はそういう武器使ったことは一度もないわけですね、無人航空機というものを。ですから我々もやらなきゃいけないのは貢献度なんですよ。貢献をどうしていくかということに対して、やっぱりパイロットの技術っていうのは必要なんです。指2本の言いましたね僕ね、指2本だけ自分のことしか信用できないんですよ。全くそうで GPS を使ったりあまりしないわけですよ。で指2本の技術と自分の目視飛行だけを見てるんですね。ですから
ここのトレーニングだけなんですよ。で、難しいこと言ってるわけじゃない。何でもないです。ラジコン飛ばす、ドローンを飛ばすことって。指2本ですから。2本、3本、4本、5本、手を、足動かしてるわけではない。たった2本。うちの親父に言われました。地に足のついた仕事をしなさいって言われました。本当はパイロットになりたかったんです。地に足につかなかったんです。やめろって言われました。今、ちゃんと遺言を守ってます。地に足のついた仕事をしてます。そのユリスティックワークの技術っていうのを今僕らは教えなきゃいけない。これが僕がもし20代とか30代だったらどうしてでしょう。教えるわけがない。盗まれたら困るから技術を。でも僕はさっき55歳と出ましたよね。もうあれから1年経ってついに56歳になってしまった。確実に1歳ずつ年取るんです。もうこうなると教えたくてしょうがない。何なのかったら、この技術を伝えて、これを後を継いでくれる人を作るしかないんですよ。この技術を伝えていくしかない。たった2本の技術。今ドローンを売ってるのは、カタログを見ると勝ったその日から飛ばせますよ、勝ったその日からパイロットですよ、空撮ができますって書いてます。できっこないんです。一つ間違ったら事故起きるんです。ですよね。そうやって事故を起きてきたんです。僕らってずっと年間2000フライトやってて、300日のロケやっていて、事故起きたことがない。そして航空法が変えられて、僕らがどん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 規制かかってきて、いろんな承認書を取らなきゃいけない、許可を取らなきゃいけない、難しいことがどん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 壁が出てくる。でもこれを克服していかなきゃいけない。でもこれをずっと放っておくと、どんどんどんまた規制も厳しくなる。で、2020年東京オリンピックやってくる。これは大変なことになります。で、僕は立ち上がったわけですよね。スノーボードの時のように、いつかはオリンピック種目となり、遊びだと思われた種目がスポーツとなっていく。それをずっとやってきて、もうゼロからの本当にダメなところからスタートしてきました。ドローンもまた同じようなこと僕らやってると思います。全くダメだったところからゼロからやったって全然いいじゃないですか。もうこの年齢だ、もう教えるしかない。全国各地でプロパイロット認定会っていうのをやってます。これは何の国からも許可ももらっていない。承認ももらってことない。でも日本の指だけの技術が一番救われるんです。今の航空機ってどうですか？車ってどうですか？これから自動運転がしてきますよね。座ってボタンを押したら目的地に着きます。飛行機もボタン一つ押したらパリまで行くんです、オートパイロットで。だけどもそこの車のとこに座るのは、公安委員会で取った免許を持った人が来てボタンを押すんですよね。それをそして1億円ぐらいかけたパイロットを養成させる人がオートパイロットのスイッチを入れるんですよね。決して僕がそこに座れるわけじゃないんですよ。オートパイロットがあってもドローンはどうして GPS を入れた人があなたでも飛ばせますよってやっちゃったんでしょうかね。ここが違ったと思ったんですよ。もうマニュアル操縦で十分飛ばせる人が GPS のスイッチを入れると、それでこそ安全フライトができると思ってます。そしてその技術を伝えるために全国各地で今プロパイロット認定会ってスクールをしながら検定会をやってます。北は北海道、南は沖縄まで毎月のように次のパイロットを育成して、その子で育成してパイロットができたところが、僕らがヘッドハンティングをして東京五輪を飛ばそうじゃないかとやってます。じゃあどこが合格率高いかと、やっぱりさっき言った田舎ばっかりなんですよ。東京23区で100名ぐらい受けて処理しようからね。例えばでも沖縄でやると15名なのに4名合格するとか、やっぱり環境なんですよ。でもこれからっていうのは屋内飛行場が用意されたりとか、僕らみたいに教える人たちがいる。僕らって全然教えられてもいなかった。ラジコンクラブに入った時から一番センスのないパイロットとしてクラブ員に、思われてました。全然うまくなんない、全然うまくなんない。飛行場の真ん中で毎日ホバリングしている、ホバリングしてるからラジコンクラブの仲間から受け側来ると飛ばせないと言われるんです。真ん中で陣取ってるから、どっか行ってやってくれって言われます。そしたら毎日朝河原の橋の下で練習するんです。もうラジコンクラブ飛行場に行けないんです。そしてセンスがない僕は毎日のようにトレーニングしました。毎日毎日トレーニングしてやっとここまで来れたんです。努力するやつにかなわないんですよ。ですからプロパイロット認定会っていうのやってて、合格しないようなセンスのない人を見ると、なんかいけんな、これ俺を感じるなって。そしてパパパッと上手い人、ダメだなあれ
だってクラブで練習しててセンスに勝ったやつ今までもうやってないもの。でもセンスのなかった人間毎晩だにこう努力してやっている、はい、ですから我々私はこれから2020年東京に向かって、優秀なパイロット育成をこれからも作ってやっていきたいと思います。本当に今日 TEDx ここに僕ら出させてもらうなと思ってませんでした。どうもありがとうございました。